どうもどうもこんばんは。ここのお店に入ってみました。59バーツ。こんな感じでね、ちょっともうね、写真でやるしかないんで、写真でやりました。ここで、メニューは一応あるんだけど、全部ちょっと対応なもんで分かりません。でお酒関係はなんかここから勝手に飲めということでしたので、ハイネケンしかなかったから、今ハイネケンをねもらいました。コップがあるのかな。コップはまさか紙コップで飲むのかな。ということで、ちょっとハイネケンを、ね、飲みます。なんかこんな感じで、なんか本格的なんですけど、めちゃめちゃローカルなことは分かったんですけど、残念なことにですね、もうチキンも生なんですよ。中がほとんど上がってなくて、でもう血だらけの生状態で、ちょっとね、カオパもね、チャーハンもね、今まで食べたことがない、なんかめちゃめちゃ甘いね味のチャーハンで、見たことないでしょこんな色。だいぶね不思議なお店でございますので、ちょっと私の口には合いませんでした。ちょっと生はちょっとダメでしたので、もし生好きの方がいらっしゃったらね、こちらいいんじゃないかなと思いますので、一応ね、概要欄に載せておきますね。ちょっと場所がね、Google マップには載ってないので、だいたいこの辺なんですけど、この辺のところは来ない方がいいと思います。そしてね、仕切り直しで、ちょうどこれザ・ベースの前なんですけど、実はここのピザがね、めちゃめちゃ美味しいんだよ、ということで、トムさんに言われまして、で、こちらで仕切り直しで、夜ですね、ここでピザを食べることにしました。で、その前に、ちょっとね、この上のグローに行ってみようよ、ということで、今トムさんもちょっと仕入れをね、いろいろやっておりまして、良い製品を探しているようでしたので、ちょっと一緒に同行してね、いろんなオーナーとやり取りしてましたので、まあ見せられるところはねこちらの動画で、ね、見せられない動画はメンバーシップの方でね公開したいと思います。何せ目の前でね、あのお店の方が吸ってみろみたいな感じで、めちゃめちゃ吸い始めちゃってですね、もう完全に行っちゃってましたので、ちょっとその動画はねさすがに酷だなと思いまして、でトムさんも実はね、いろいろまあいろんな形でね、あの医療大麻には接してるんですけど、ものすごく効いたということで、まあまあね、あのいろいろその産地だとかな、僕はよくわかりませんけどね、あの非常に素晴らしかったと言ってましたので、まあ後ほどね、またご覧になりたい方はご覧いただければ幸いでございます。こちらね、何度かご紹介しているブローというね、ブッカオにもあるし、あっちのねブローから、トックムの方に歩く裏路地の方ありますよね、あそこにもありますし、まあこちらもブローと書いてあったから同系列なんじゃないかなと思いますので、まあこちらはね、あの製品としてはそう悪くないんじゃないかなと。私もね、あのオイルを買ったことありますので、THC も CBD もありますから、まあこちらはまあ安心してご案内できる、まあ、何が安心なのかよく分かりませんけどね、お店このねドリンクありますよね、これがいいんじゃないですか、これ結構効きますよ。まあパテヤでね、寝れない日があれば飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。でも結構ね、あのお店に持ってっても喜ぶと思いますので、まあ楽しみにね、あのいろいろ使っていて、こちらのオイルはね高いです。これ1本800か1000円ぐらいしましたから、ただね、それが効くのかなというと、なんかよく僕には分かんなかったんで、まあこれはいまいちかなというような気がしますので、こっちの左手のね、ジュースの方が全然効くと思いますから、お試ししてもいいんじゃないかなと思います。まあね、あの、わかんないことあればコメントいただければ、あの、トムさん紹介しますから、あの、トムさん本当ね、何でも、あの、よくわかってますんで、非常にプロフェッショナルなアメリカ人でございます。トムさんはですね、あの、本当のインディアンの血を持ってる、もう、ネイティブアメリカンでございますから、素晴らしいね。でも、ハートはね、日本なんですよ。日本滞在期間が長かったですからね。ずっと米軍基地、日本全国の米軍基地を掌握しておりましたので、ぜひミサイルね撃っていただければと思います。ということで、こちらで、ピザをねいただこうかと思っております。ちょうどあのベースの前のところでね、いつも来てないから来てみたいと思ってたんですけど、こんな感じで、これはモーニングアイスクリーム、こんな感じですね。結構メニューがいっぱい、ピザ、マルゲリータ、ナポリ、
いろんなのが、結構いろんなピザがあります。なんかここはピザが美味しいって言ってました。お肉とかもあったり、こんな感じでいっぱいありますね。ハンバーガーもあるし、ポテト、なんだろう、こんな感じですね。エビ、魚、まあまあまあいい値段ですね。サラダ、この辺は多分辛いかな。チリ、これはエビのいつものやつですね。これね、250バーツ。これはいつもの美味しいスープ、145バーツ。これトムヤムクンもある、175バーツ。この辺はカレー、空心菜、すごい種類が目に目にあるな。あとライス、あとラーメンも、まあまあでもちょっとやっぱ高いね。路面店だったら50バーツだから倍はしますね。今日はトムさんとエビです。エビの刺身を食べます。今日はハイネケン、じゃあちょっといただきます。辛いそうですけど、どうでしょうか。いただいてみます。ごめんなさい、ピザですね。あまりにも美味しくて食べちゃいました。ということで、途中で気づいたのでね、またいつものごとく、こちらがピザでございます。今回は薄いタイプのピザで、カリカリでね、すごく美味しかったです。次回ちょっとアンチョビを食べて、僕アンチョビ好きなんで、アンチョビも頼んでみたいかなと思ってます。ちなみにですね、今まで食べた、確かにね、ピザ屋さんの中でパタヤではね、ダントツに美味しかったと思いますので、まあアクアパッツァも美味しかったけど、ここも値段の割にはクオリティは非常に高いかなと思いますので、こちらはおすすめしますので、ベースの前ですから分かりやすいと思いますので、いつもね満タンで皆さんね、入っておりますから、ぜひぜひ来ていただければと思います。この後は、その前に一応場所はこちらになります。レストランからそのままですね、ファーストロードの方に進んでいくと、こんな多分ね、なんかカニの食べ放題みたいなのがある、食べ放題じゃないのかもしれないけど、あれありますけど、あんまり微妙だとトモさんは言ってましたが、まあこの先にね、とてつもないガンジャショップが2店舗ございましたので、もう非常にトップシークレットの話しかしてませんでしたから、それはメンバーシップの方でね、公開したいと思いますので、まあ医療大麻、ガンジャの方ね、話になると思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。ということで、今回も長い間ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。トップシーズンの乱闘をご覧ください。ではありがとうございました。バイバイ、また見てね。